お久しぶりです、ジライア先生。ん？お前は？やはり間違いないようだな。昔見た時と変わらぬ、あの時と同じ瞳をしている。あれは雨が暮れて三人と生活し始めていくつきか経過した頃、世が乱れまくっていた時代だ。当然のように追い剥ぎや窃盗が多発し、被害は大人だけでなく子供にまで広がっていた。注意はしていたものの、長門たちにもその刃は向けられ、ついには岩隠れの住人に襲われる事態が発生した。だが現場に駆けつけたわしが見たものは、倒れた岩隠れの忍びと傷ついた弥彦、そして輪廻丸を宿した長門だった。輪廻丸は忍びの始祖と言われる陸道仙人が有していた最も崇高とされる人。それは世が乱れた時に天より遣わされるものだとされていたが、まさか本当に輪廻丸を持つ者が存在するとは。外見はだいぶ変わったが、その目、やはりお前がペインだったか、長門。ということは弥彦のやつもいるのか。弥彦いたな、そんなやつも。いた？だと？とっくに死んだよ、そんなやつは。コナン同様、やはりお前も昔の長門ではないのか。どうした？一体何があった？何も、ただ戦いがあるだけだ。永遠と続く戦いの連鎖。何を言っている？ここでは人が死にすぎる。それらの痛みが俺を成長させた。先生、あなたはまだ人でしかない。だが俺は無限に続く戦いの中で人からさらに成長したんだ。そう、神へとな。まさかお前が冗談を言うようになるとはな。しかも自らを神などと。くだらぬ成長をしたようだな、長門。ただの人であるあんたにこの俺は理解できない。お前の目的は一体何だ？なぜ暁などという組織を作り美獣を集める？あんたはどうせ死ぬ。だから教えてやろう。俺たちは美獣を集め新しい禁術を開発する。その術一つ使用しただけで大国さえも潰せる最大最強の禁術兵器をな。バカ、そんな兵器を作ってどうする？争う国々にその兵器を渡すのだ。するとどうだ、奴らはその力を必ず使うだろう。それにより多くの人が一瞬で死に絶え、結果人は戦慄し恐怖を覚え、そして人々が、国が、世界が痛みを知るのだ。その恐怖心が抑止力を生み、争いはなくなる。
わかるか？俺の与える痛みによって人が成長するのだ。それがお前の役目だというのか？そうだ、俺は平和主義者の神だからな。冗談もそこまで行くと笑えんの。もはや引き返せんところまで来ているようだな、お前は。最初から俺に引き返すという選択肢はない。ただ神として痛みを世界に与えるだけだ。もういい。お前たち三人はわしの弟子として正しく成長してくれるものだと信じていた。大切なものを守るためにその力を使ってくれるものだと疑わなかった。だがわしの見込み違いだったようだ。もはや言葉は不要。世界のドクタルお前たちは責任を持ってわしが始末する。それが死としてお前たちにやってやれる最後の役目だ。コナン、お前は下がっている。ここは俺一人で十分だ。わかった。さて、始めるか。行くぞ、先生。痛みを知れ。痛みは世界を成長させる。言ってもわからんなら容赦せんぞ。避けられはしない。何をしようと無駄だ。キャロー氏、逃げても無駄だ。おとなしくしろの。潰れろキャロー氏。逃げても無駄だ。少々甘く見る。よっよっ、ハリジゾー。そろそろしまいにしよう。いけ。うまくいったろ。おとなしくしろな。終わりだの。これでどうだ。反撃するなら今だろ。死にたいやつ。なかなかにやる。受けられはしない。2体同時ならどうだ。なんだこれは。俺はどうだ。何をしようと無駄だ。うわ、危ねえの。Oh!
せの術。私の勝ちよ。ヤマケンさんは戻れ。千人モード。いない。特殊異能。なんだ。久しぶりじゃな、キライヤちゃん。頭に姉さん。どうかお力添えを。
術じゃ。やられたか。あんたにこんな現実があったとはな。ナガト。僕はただ二人を守りたい。どんなに痛みを伴うことがあったとしても。なぜお前がこんな風に。さよならだ。終わったの。さすがリンリガン、しぶとかったな。こんな場所にお呼びしてすみませんでしたの。あとはゆっくり休んでくだされ。わしもこの葉へ戻って。油断はするなとあんたから教わったはずだが、ジライア先生。なんとか。どういうことじゃ。ペインはまだいたというのか。さて、そう。ペイン陸道、ここに見山。バカな。6人もおるんか。よう見てみ。さっきやっつけた3人もおるがな。なんじゃと。術か何かで復活させたとでも言うのか。完全に死んだやつを3人も生き返らせる術やこうあるかいな。ペイン、お前は一体何者なんだ。ペイン、それは俺たち6人全員を指し示す呼び名だ。お前は、その顔はヤヒか。なぜお前が死んだはずじゃなかったのか。俺にヤヒコの面影を見た。やはりかつての死だけは。なぜだ。なぜお前がリンネガンを持っている。どういうことじゃ、ジライアちゃん。かつての弟子の一人があの中にいます。ただその子はあの目を持ってはいなかった。なんじゃと。ずいぶん昔のことじゃ。思い違いだったということはないのか。いえ、リンネガンは間違いなくナガトが宿していた。この記憶は誤りではありませぬ。じゃあなんじゃ。リネガには本物と偽物があるとでも言うんか。いや、さっき戦った奴らの努力は並のものじゃなかった。おそらく新しく出てきた奴らの目も偽物ということはないじゃろう。どうした。偽物。改めて考えると、初めに見たあの男もナガトであるという証拠はどこにもない。いや、むしろわしの知るナガトとは違和感がある。もしわしがただ勘違いをしているだけで、あのナガトが偽物だとしたら、そうだとしたら
には目の前にいる6人の中にはおい、どうした？本物はいない。ジャイアちゃん、何をこそこそと話をしている。今さら策でもあるというのだが、どんな策を講じたところで結末は変わらぬ。我らが前ではどのような策も通じない。お前たちになるのはただの死、それだけだ。逃げてくだされ。ここからはわし。おい、何を言っておる。ダメじゃ、ジガイアちゃん一人でどうにかなる相手ではない。二人にはツナデのやつにペインの情報を届けていただきたいのです。何の情報もなしに帰ったんじゃ、あいつに怒られ。ジャイアちゃん、なに、わしもすぐこの場に戻りますので。まさかジャイアちゃん、さっきの攻撃で、そっか、そういうことか。しかしじゃな、小僧、お前一人で到底かなう相手では。母ちゃん、行くぞ。父ちゃん。ジライアちゃんの言うことも一理ある。奴の情報をこの方まで届けることこそ今最も優先すべきこと。それにな、ジライアちゃんはすでに覚悟を固めておる。男、小僧、まさかお前。そうだ、実は姉さんに折り入って頼みがありましての。わしがこの場に戻ったら久しぶりに姉さんの手料理をいただきたいのですが、頼まれてくれますかな。小僧、任せておけ。うまいもんたらふく用意して待っとるで。ありがたい、これで思い切り戦えるというもの。ジライアちゃん、では行ってください。必ず戻ってくるのじゃぞ。ありがとうございました、お二方。カエルを逃がした。これで心置きなくお前とやれる。この状況でまだ強がる、愚かしいな。お前はわしが始末する、そう言ったはずだ。視界がかすむ、腕に力が入らぬ。千人モードでチャクラを使い切り、奴の攻撃で体はガタガタ。まさに満身創痍とはこのこと。だがまだほんの少しでも指先が一つ動く力が残っている限り、
場所は諦めるわけにはいかんのだ。さすがは我が師、この状況になっても気迫は衰えない。だが結果は変わらない。あんたはここで終わりだ。結果なんぞいくらでも変えられる。諦めずに前に進む気持ちがあればの。そこまで大口を叩くのならば変えてもらおう。このいかんともしがたい絶望的な状況を。戦える。往生際の悪い。そこまでして何だ。せめて一体だけでも。どうなったいかな。数が多すぎる。愚か、まだわからん。それでは俺はやれ。貴様立ってられん。いかん、目がおかしくなきゃ。よくここまで粘った。褒めてやろう。だが、自分の言葉は曲げねえ。俺は火影になるまで絶対死なねえからよ。ナルト、賢いってのがそういうことなら俺は一生バカでいい。そうだった、ナルトよ、お前はどんな時も諦めなかった。ならば、師であるわしが、お前の師であるわしが、諦めるわけにはいかんの。しぶといな。もう諦めろ。わしは諦めるの。諦めろ。
終わった。これでわしの地雷や豪傑物語もついに結びか。しかし思い返せば、なんと失敗ばかりの物語だったろうか。おまけに何も残すことができずまさに無名の物語、形のない何もない、ただの分かりではないか。わしにはわしの意志を引き継いでくれる者がいる。渦巻きナルト、お前と会えて、お前と共に歩いて、お前と共に笑って、お前と共にいることができて、何よりわしの意志を受け継いでくれて。私の物語も捨てたもんじゃなかったようだ。ほどほどにあっぱれ、あっぱれ。さて、この物語ももう終わりだ。そろそろペンを置くとしよう。おお、続編のタイトルは何がいいかの。そうだの、渦巻きナルト物語。うん、それがいい。伝説の三人、ジライアもついに死す。だが、ここまで苦戦したのはいつぶりか。さすがは我が師と称えておこう。終わったわね。ああ。これからどうする？マダラからの命令を遂行する。じゃあ。ああ。準備ができ次第、木の葉へ向かい、キュービを捕獲する。